ビール。じゃあおばあちゃんがビールだよ。なんでだけど。自分で赤くなったら、アルコールダメ。うん。あれで。うん。はい。パンチこれ枝豆って皮まで食べるんだよ。え？いない。嘘だ。どうね。いやもう。あ、梅大好き。これ誰か一つ食べた？肉あげてね。ないんじゃない？なんか一つな。入ってる。入ってる。これがあるとこっちが入ってる。肉あげて。肉あげてやる。何でもそこ座ってる。僕は。いらない。色いらない。色。何でも食べてるの？何ばっかり。お肉だ。残ってる。残ってる。残ってる。命名取ってください。これそれが改良だからいいよ。そこを取っても使うといいよ。バター取って、あれなんだよ。キムチ好きなの？お母さん辛いの苦手なのに。お母さんキムチ好きで。え、そうなの？そう。あるので、ね、持ってきたよ。
でじゃあこっちも。電車乗れないと帰るんじゃないの？電車乗ってないと痛いよね、タイの同級生で昔、うん、びっくりしたの、小学生の男の子で1年生じゃないのに自転車持ってないなって聞いたから。ここ何時だよ、そこで決まって危ない。あ、来た来た。あんじゃ、コップ置いときな、ほら。向こうにコップ入るとこあるでしょ。お母さん、花火買ってくればよかったね。買ってくればよかったってあったじゃん。そうなの？うん。少しだけね。何それ？これ梨。梨？残しと。あ、じゃあこっちにとけばいいのに、保冷剤入れたの。あ、ありがとう。これ出汁も入れとけば冷やすれば。おばあちゃん、じゃなくて、ゴミを入れとけば。炙り、炙りをやるじゃん。私、おばあちゃんがさ、おにぎり作れないだろう。食べないで。あと2つしか。ねえお母さん、もう枝豆あと2つしかないって。え、枝豆あと2つしかないって。食べていい？まず自分でめいめい持ってね。売りやすい。ガスバーナーで焼いてる。炙りやつだ。炙りやつ。これ取れない。そんな期待ないとやらないですよ。早く早く早く。今まだ。マルコ歩いてきたの？自転車。何台もあんの？そっちにお兄ちゃんの。こっちある。それ。こんなのあるんじゃなかった？自分で皿。
ザザザだね。よくやったね。いや、ひどい。焦げる。うん。この時当たってたな。グリーン対ゼロ。グリーン対ゼロ。グリーン対通風。通風用具。あ、うまっ。うまっ。炙り。炙りカル。毎日今日も。炙りカル。毎日明日から。米食べなきゃ。うまっ。え、これタレは。タレついてる。さあ、どこに。うん、うまっ。あ、もうそれ丸焦げ。おにぎりを食べる、まずおにぎりを。野菜じゃない、まず野菜じゃこれ食べられる。味ついてる。ついてる。ついてない。あれベーコンみたいなの買わなかった。それか。これ何のボール？ちゃんとやって自分でやってくださいよ、ボール。何のこのボール？あ、ボール付きウインナーもあるよ。あ、これウイン。ボール付き。うまっ。うまっ。見切れだと思う。なんだ、その位置小さいの。なんで自分で見てないこれ。繰り返したりしないと。太陽に焼くのか。うん。長い照明だと早めにやらないと、そこまでたどり着かない。だから野菜とかもいらないやつ、買わなかったから、ね。やりてるよ。だからこれ開けといて。うん、食べれる、それ食べれる。食べちゃえばどんどん入ったら、私は自分の貝を育てる。それも、アンジュ、それ持ってきて。それは、そんなの。映ってるか、映ってる。ちょっとスープ作らなくた。スープを。あれがあれだから、あれを入れたから酢を味付けの。それで味ないよ。だ味ないの。あれそれ。これをちょっと。つゆっていうの。何？見てなくてさ、でもこれ。あ、これ、うん、これアンジュじゃないの。これから回したい。だってこれ美味しないだから、その会議を見なくていっぱいじゃん、それこれね食べるよ、こっちだけ。いっぱいだ。コンビニとそばの近くの自販機で見て、これ最後に
粉が入ってるからそのまま出して焼いてふりかけにできる。あんた、そのままだとしょっぱいよ。あー、どういうの。私もその時の仕事だからね。これは嫌だ。あ、落とした。これも使えない。お母さん流しそうめん美味しい。流しそうめん。これさ、あれなんだよ。あの東京でさ、ハンバーグって。自動ハンバーグ。自動ハンバーグ。魚入ってんだよ、これ。うわ。だしが出る。で、終わったら出して焼いてふりかけにできるから。ヒルズのそばの普通の道のところの駐車場のところの自販機これだけでも何これそうめんのところに箸置いて何箸置いといてそのぐらいできるっしょ。でも何だけ何言われるの。耳遠いか分かんないよ。骨になっちゃう。あ、いい感じ。うまい。なんか。これ何だ。あ、揺れな。だいぶ、え、火をつけないの。嘘。こんな食べ方してみていいかよ。してないよ。だよ、現金だもん。ま、え、何で使ってみてよ、これ。美味しいよ。あるよ、ほら。これ、うまい。ちょっと待って。ちょっと待って。偉い。あんじゃ偉いじゃん。お母さん。お母さん。これいいやり、そんなにいっぱい入れなくたの。何だいいやりだろ、もうこれバーガンか。これ一箱買ったぞ。お母さん、暗いけど。こんな、あー、うわー誰洗って食べる。洗ってくれ。はい、洗います。何回やるんですか。何回やるんですか。おばあちゃん流しそうめんすれば。あら、言わなくて。YouTube でさ、子供がさ、結構3分ルールで食べてるからさ、こいつらすげえなとか。食べるでしょ。その、少しくらい食ったら強くなる。そうだよ。そうだよ。かがり、焼けた。本当に、本当に、少しぐらいバイキンが入ったほうが、まあ、バイキン。一回、で、止めて。これ電池。うん。まあ、だよ、ちっちゃい時あったこれ。ばあちゃんもさ、持ってる。長持ちでしょ。まあ、まさよかい。清水トラン。フランク清水。フランク。フランク。ウラグキヨミ。ウラグキヨミ。芸歴何年。芸歴30年。ウラグキヨミ。じゃあどうぞ、ウラグキヨミさんどうぞ。ああ、ちょっと開いてる。ちょっと開いてたらもういいの。うん、ダメダメ。よく焼いた方がいい。焼いてから。お茶焼いてないとダメ。うん。汁が。うん。おばあちゃん食べた。そこに日本酒入れてすっげえまで。それかこのタレをね、一滴タレかな。ああ。でももうしょっぱかった。かい。そんなしょっぱ。しょっぱかったよ。かいでもしょっぱいで。しょっぱ。ないよ、それはそれ。フランク清美子は焦げるよ。これフランク清美。清美中し。清美中し。そうなん流せばいいじゃん。
流します。清見のために流します。清見流し清見流し清見流し始めました。清見流し始めました。太陽しまだ太陽しまだ忘れた頃しか清見流しまじ。
おばあちゃん。お母さん、お母さん。お母さん。Yeah.
弾けるんじゃないの？あと1個ある。あるよ。マッチョに飲んでるのが甘いよ。